はい、最初はマリポーサですね。久しぶりマリポーサ。マリポーサは同じティナと同じプロレス系なんですけど、こんな感じで、ね、すげえトリッキーな動きが盛りだくさんで超かっこいいキャラクターですね。僕もね、トリッキーで応戦って感じなんですけど、まあこの人うまいわ。 C プラスじゃないよね絶対。もうどん2ゲージ消費して負けるっていうね。いやーこの人は強かったよ。あの冗談受けたつもりやったんですけどね、起き上がり。まあいいや。んでトリッキーな上にサイドアタックも結構要所要所でやってきはるんですよ、この人。うまかった。まあもうダメージ取れるところは取っていくっていう勢いで、これ勝てるんかな。なんかね、あーオフェンシブホールド負け。うまいわ。あー負けてるやん。いやもうこういう人困るわ。もう早く B マイナスに上がってくださいよってつくづく思う。うまいよね、もうあらゆる全部読み負けてて負けた。完敗です。まあ一生取れたけど完敗。めちゃくちゃ強かった。いいね、マリポーサかっこいいね。いずれこのキャラも使ってみたい、プロレスラーなんでね。はい、お強かったです。ありがとうございました。またお願いします。でお次は、同じクラスの2個なんですけどね。僕おー取った。これは偶然、あのね昇格がかかってるんでね、もう僕もまあいつも本気なんですけど、この時の集中力半端なかったとか言いながら痛いの食らってますけどね。もう絶対負けれんっていう思いのもと、まあいつもの下段からの投げ。この後どうしたんやったかな。あ出ましたね、残念。この人ね、遠距離からね、残念ながらね狩るタイプなんですよ、こんな感じで。そう、残念ニコさん再び。以前の動画でもね残念ニコさんいたけどね、でも僕も負けられないんでね。でもこれも緊張の中、もうほんと頭絞って残念にこういかに戦うかをずっと考えてたけど、でもね要所要所でこうやってやってくるから、いわゆる残念にこではないんやけど、でもやっぱなんか露骨なサイドアタックはなんかね、あんまりやってて面白くないよね正直。ここは受けたかったなあ。でも勝ったね。そうこういう感じ。まあね俺も悪いんですよ開幕飛び。でもまあこうやってこっちから行ってなんかやってきたら残念っていうね。まあでもあんまりにも露骨じゃないから言っちゃいいんやけど、まあ2本取れました。さあ夢のB クラスなるか。いいねー、ちゃんとコンボも入れたらごっそり減る。あーそうなんですよねー。はい、もうなんか結構脳汁出まくってる感じですね。
結構鮮やかに勝てたんじゃないだろうか。うん、いい感じだったわよ。はい、おかげさまでこれで B に上がりましたよ。うん、ありがとうございます。まあ、サイドアタックもほどほどに、またぜひ遊んでください。ありがとうございました。で、 B に上がって最初に洗礼を受けたのは B プラスの1個上の同じティナですよ。この人多分何回か俺ボコボコにやられてる人じゃないかな、確か。ちゃんと確認してないですけど動画では。で、ね、これ投げ入らんすかね。何や、なんかちょっと緊張 してしまって。いやー、うまいうまい、やっぱうまい。1個上でももう全然違う。まあ、かつてもうさっきまで2個上やったわけですからね。 4K これがうまいよね。俺も真似、なんかね、こういう上手い人と当たるとなんか真似しようとする俺がいますね。あんなとこで 4K 出すんや。結構この方 4K 多用型やから、まあもしかするとこの人限定でなんか中段キックのホールドとか受けてるといいんかもしれないけどね。これも中段やからね。どうなんかな。ね、あんな至近距離で俺出すん結構怖いんやけど。でサイドアタックも要所で入れる。コンボはこうやるんだぜって感じで、これで死ぬんかな。あ、まだ生きてる。いや、ダメだった。いや、強かったなー。いやー、またやってください。またリプレイ見返して勉強して、はい、次こそ勝たせてくださいね。はい、今日はこんな感じですね。もうほんとね、もうずーっと B マイナスでぐだついてましたけど、ようやく B まで上がれましたよ。はい、次は次回以降またさらなる強い人と当たることと思いますが、飽きずに見に来てください。チャンネル登録、いいねボタンはもう毎回言ってますけど、すごく励みになるんで、なんか頑張ってるやんこいつと思ってもらったら、いいねボタンを押してほしいですし、今後の僕の動画を見に来てくださるんでしたら、チャンネル登録をしていただくと、通知、多分通知オンとかオフとかあるんですかね、わかんないですけど、チャンネル登録してもらったら僕のチャンネルがアップされたら表示されると思うんで、ぜひぜひそちらの方もよろしくお願いします。はい、ではご視聴ありがとうございました。